桃太郎電鉄12西日本編もありますせいは、ハドソンが2003年12月11日に発売した、プレイステーション2用、ニンテンドーゲームキューブ用のボードゲーム。桃太郎電鉄シリーズ第12作。開発は前作を手掛けた、川田忠之を筆頭とした、チーム川田が手掛けている。前作、11に続き、今作も、複数ハードでの発売となった。 今作は通常の全国編マップに加え X で搭載されていた九州編と同様の中国、四国、近畿地方を詳細に描いた西日本編マップが収録されている。西日本編で登場する物件駅の数は全国編よりも多い161駅でそのうちの京都駅には40軒もの物件が用意されており一つの物件駅としては 桃鉄シリーズ史上最多の物件数である。CM キャラクターには、鉄友が起用された。桃鉄西日本編では、近畿、中国、四国を舞台とする西日本のマップでゲームをプレイする。西日本編のマップの規模は、全国編に匹敵しており、西日本編独自の要素が多数存在する。主な特徴は、以下の通り、太地の駅は、 目的地になる駅。初登場、再登場、これまで違う種類の駅として登場。32年目以降、登場物件駅カード売り場ロボット研究所ワープ駅駅港物件駅カード売り場港駅ロボット研究所ナイスカード駅。ありがとうございます。